巨人の井上厚弘投手と岸田幸則捕手が5日の DNA 戦東京ドームから軍に合流することが明らかになった。共にこの日のイースタン DNA 戦ジャイアンツ球場の試合前練習には不在で岸田は荷物を積み込んで東京ドームへと移動した。5年目左腕の井上は開幕前に安倍監督が導入した一軍参加制。 1> で1軍に合流し、3月23日の楽天戦、東京ドーム、では最速150キロをマークして3回1アンダム失点、4奪三振と好投。同26日に2軍に合流し、その後は先発調整に入っていた。ここまで2軍では2試合に先発して0勝0敗、防御率4、0級だった。 開幕一軍入りを逃した岸田はここまで二軍戦で5試合に出場し、打率3割3分3厘、0本抜いだ2打点と好調を維持していた。